皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。今回は視聴者の方からこんなコメントをいただきました。いつも動画投稿ありがとうございます。私はジュニア指導を16年しています。ジュニアの指導なのでうまくいくことばかりではなく悩むことも多いです。私が指導している生徒たちは初心者でも大会に出場していきます。ハヤトさんの内容は初心者だろうが初級者だろうが大会で勝つためには必要な知識や技能そして考え方ばかりです。卓球という競技の特性を理解し日頃の練習に役立っています、というコメントをいただきました。ありがとうございます。ジュニア指導を16年もされているという方でですね、もう私なんかよりもずっと指導者としてのベテランの方なんですね。まあそんな方から私の動画が参考になってますよっていう温かいコメントをいただけて、まあすごくありがたいことだなと思っておりますけども、でこのコメントの中でねちょっと気になった部分はですね、ジュニアの指導なのでうまくいくことばかりではなく悩むことも多いですっていう一文なんですけども、まあ、基本的に何をやってもですねうまくいくことばっかりじゃないっていうのは同じことなんですね。勉強でも仕事でもスポーツでも何をやってもうまくいくことばっかりじゃないよっていうのは共通しています。まあ、その理由はですね、私の好きな言葉の一つとして政府の法則っていうのがあるんですね。いいこと半分、悪いこと半分です。人間っていうのは基本的には全てのあらゆる自分の出来事を起こりうる出来事の中でその中心に自分を置くっていう考え方を持っているんですね。まあ、いわゆる自分主観というやつなんですけども、だから例えばですけども、なんか旗から見たらあの人変な人だなって思ってる人でも本人的には自分が普通の人だって思ってるんですよ。私は普通の人だ、私は普通の考えであるっていうふうに思っちゃってるんですけども、でも客観的に旗から見たら、ああなんかあの人変な人だなって思われてたりするんですけども、それってのはあくまでも自分主観なんですよね。自分の目線っていうのはこの自分の目ん玉から見える世界しか見えてないわけですよ。私たちは他の人がどういうふうに見えてるのかって私たちは分からないわけですよね。自分から見た世界しか見てないわけですよ。そうなるとですね、常に自分から見える世界っていうのは自分主観なんですね。なかなか客観的にとか俯瞰してみるっていうことは難しかったりもするので、そうなるとですね、自分自身に起きているいいことと悪いことっていうのが日々起きますよね。幸運なこととか不幸なことっていうのは起きますよね。そのいいことと悪いことの中心に自分の価値観っていうのが常にあるみたいな感じなんですよね。だから政府の法則っていうふうにいいこと半分悪いこと半分っていうのが、まあ、ごくごく当たり前の世界観というか誰もが持つような価値観なんですけども、でこの時にネガティブ思考とポジティブ思考っていうのがありまして、ネガティブな人っていうのは自分にとっていいことと悪いことが半分半分起きていても、こっちの悪い方に自分の目線がこう行ってしまうんですね。そうするとあたかも自分ってなんか最近悪いことばっかり起きてるなーとか、なんて自分の人生は不幸だ人生なんだろうとか、なんで私にはこんな変な人ばっかり寄ってくるのかなーとかって思っちゃいがちなのがネガティブ思考なんですよね。起きている事実は一緒だったとしてもどこに目線をやるかなんですよね。悪いことばっかり目がいっちゃう、これがネガティブ思考で、逆にポジティブな人っていうのは悪いことも起きてるんですけども、どちらかといえばいいことばっかりに目が行く人なんですよ。まあ、例えばですけども、会社の上司からなんか怒られましたと、お前はなんてできないやつなんだとかっていうふうに怒られたと、ああなんで自分は仕事できないのかなって落ち込んじゃうのがネガティブな人なんですけども、でもポジティブな人っていうのは、ああこんな自分に対してこんなに真剣に怒ってくれていると、なんてこの上司はいい人なんだと、なんてありがたい人なんだと、
じゃあこんだけ真剣に私に説教してくれているこの上司のためにもちゃんと頑張って結果出してやろうって思うのがポジティブな人なんですね。だから起きてる事実は一緒でも悪いことの方に目がいっちゃう人はネガティブ思考で、いいことに目がいく人はポジティブ思考なんですね。だけど基本的にはいいこと半分悪いこと半分なんだろうなっていうのは私も思います。だから例えばですけど、人間の強さっていうところはですね、もし私たちがアフリカの貧しい国に行ったとして、当然エアコンもない、そして食べ物もろくにない、何食べても美味しくない、水すら飲めない、で食べ物にはハエがいっぱい寄ってきてハエだらけの食べ物食べなきゃいけないとか、まあ、そういう状況にもし私たちが置かれた時に、もう最初行った時はものすごいしんどいですよね。そういう環境って今の私たちが恵まれているから、もし恵まれてないところに行ったとしたらものすごいしんどいじゃないですか。でもそのしんどい中で例えば1年2年3年って暮らしていくとですね、あれ案外これって幸せなのかなとか、別にエアコンなくても大丈夫なんじゃないのとか、まあハエがたかっているような食べ物を食べても、あれ案外これ美味しいなとかっていう風に慣れてきちゃうんですよね。だから苦しい環境に置かれれば置かれるほど意外とそれに慣れちゃうのが人間の強さであって、で逆にですね、もし私がものすっごい大金持ちになれたとして、毎日毎日専属のシェフがですね、もう超一流の高級料理を毎日作って出してくれると、それは最初はね、わーめっちゃうまい、さすが世界一の料理人だみたいに思うかもしれないけど、じゃあそれ1年2年3年って続いてるうちに、あれなんかこれ昨日も食べたな、これなんかだんだん味しなくなってきちゃったなとかってなってくると思うんですよね。そうなると、うわーもうこんなフレンチのコースなんか毎日食べたくないな、もう納豆ご飯食べたいな、卵かけご飯食べたいなとかって思ったりするんですよ。まあそういうところが人間の弱さだったりもするんですね。環境に恵まれれば恵まれるほど、ものすごい幸せな環境にいたとしても、それがだんだん当たり前になってきちゃう。で何の感動もしなくなるとか、何の感謝の気持ちも持てなくなっちゃったりとかね、まあそういうところはすごく人間の弱さだなと思いますけども、まあ例えばですけど、私ね、小学校ぐらいの頃はね、もうね、プリン、もうこのプリン1個がね、めちゃくちゃテンションが上がる、私にとってはめちゃくちゃごちそうだったんですよね。だからもうプリンが食べられるってなった瞬間、うわー今日はプリンが食べられる、うわーうまいうまいうわーとかって言って、なんか宝くじに当選したかのようなその感動があったわけですよね。もう本当にプリン1個でめちゃくちゃハッピーになれたんですけど、でそれがですね、大人になって自分で稼ぐようになって、まあ、プリンぐらいだったら100個でも200個でも買えるわけじゃないですか。だから社会人になって自分のお金で自分の好きなものが食べられるようになった時にですね、まあ最初はバク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 食べるわけですよ。甘いもん大好きだから、もうありとあらゆるね、コンビニのスイーツとか、まあそういうのも片っ端から食べましたよ、いっぱい。子供の頃には食べられなかったもんいっぱい食べましたけど、でもそういうのばっかり食べてるとだんだん味がしなくなってくるんですよね。なんかまあ別にこれさほど美味しくないなっていう感じで、で別にプリンなんか別に今食べても何の感動もないわけですよ。まあ多少美味しいな甘いなぐらいは感じますけど、子供の頃のあのね、うわーうわープリンだプリンだプリンだみたいなのがね、もうないんですよね。だから今別にプリンなんかいくらでも買えるぐらいのお金は全然ありますよ。まあ例えば1万円ぐらいあればプリン100個ぐらい買えるわけじゃないですか。だから大人になったら別にプリン100個買おうと思えば買えるわけじゃないですか。だけども私もうプリンここ1年ぐらいは買ってないかもしれないですね。まあ記憶にないだけかもしれないですけど、もうそれぐらい買わないですね。スイーツも買わないし、まあ健康に気を使ってるっていうのもあるんですけども、
あれだけ大好きだったプリンが今は100円出せば買えるわけじゃないですか。でも買わないんですよね。っていうことはですね、やっぱり美味しいもの食べれば食べるほどだんだんそれが当たり前になってきちゃって、まあ何を食べてもそんなに感動しなくなっちゃうんですよね。まあこれってある意味不幸なことでもあるなぁと思っちゃいますよね。子供の頃だったらプリン一つで大喜びしてた自分がですね、もう何の感動もないわけだから、ちょっと不幸だと思いません？環境としては恵まれてるんですよ、子供の頃よりも全然恵まれてますよ。だけど実際にはなんか子供の頃の方が幸せだったんじゃないかなって思えることもあるんですよね。まあそんな感じでですね、まあ政府の法則があるよっていうことと、まあポジティブ思考とネガティブ思考の人がいるよっていうところと、まあ人間っていうのはどんな逆境に置かれてもその中での幸せを見つけられる強さもあるし、どんなに恵まれた環境に置かれたとしてもその中で不幸を感じるような生き物でもあるということは、まあおそらく生物学的にも心理学的にも、まあ、ある程度証明はされてると思うんですけどね。ということで何をやってもいいこと半分悪いこと半分って考えるとですね、当然卓球をやったってうまくいくことばっかりじゃないよって、悪いことも半分あって当然だよっていうのは当たり前のことなんですね。なのでうまくいかないことに自分の目が行ってしまうと、それはネガティブ思考っていうことになっちゃうんですよね。だからうまくいかないことがたくさんある中で、その中で必ずうまくいってることもたくさんあるはずなんですよ。だから私としてはそっちに目を向けた方がいいんじゃないかなと思いますね。やはり指導者っていうのはネガティブな人よりもポジティブな人の方がいいと思うんですよ。それはやっぱりネガティブな人っていうのは周りの人たちもネガティブにさせてしまうような傾向があるっていうことです。そしてポジティブな人っていうのは周りの人たちも一緒にハッピーにしてくれるような傾向があるっていうことなんですね。で特に子供たちの指導をする以上はですね、あんまりネガティブ思考よりもなんかあのコーチの先生いつも楽しそうに笑ってるよねみたいな、本当になんか卓球やってる時楽しそうだよねとかっていう方が子供たちも安心してね、身を任せられると思うんですが、やっぱり指導者の方がですね、ネガティブ思考で常に眉間にシワを寄せてですね、こうやってなんでうまくいかないんだろう、なんでうまくいかないんだろうっていう風にこうやってネガティブにやってるとですね、子供たちもなかなかついてこれないんじゃないかなと思いますの、ね、で、どうしてもネガティブな人っていうのは自分に対しても厳しいし、で他人に対しても厳しくなっちゃうんですよね。だから例えばですけども、生徒さんの悪いところばっかり目がいって、そこばっかり注意してしまったことによって生徒さんのモチベーションをガツンと下げてしまったりとかっていう、まあそういう可能性もなきにしもあらずなので、やはりポジティブ思考っていうのは身についてくると生徒さんのいいところが目につくようになるので、そうするとあーなんか上手くなったねとか、あー頑張ってますねみたいな話になってくると生徒さんのモチベーションも上がるじゃないですか。だから特に指導者の立場としてはネガティブ思考な考え方よりもポジティブ思考の方がいいと思いますね。自分に対しても優しくなって自分のいいところに目を向けてあげて、そうなってくると人に対しても優しくなれて周りの人たちのいいところを目が行くようになるので、まあ私自身はなるべくそういうふうにポジティブ思考で前向きに捉えるようにはしてますね。まあその方が自己肯定感も高まりますし、自分を変に責めたりもしなくなるし、まあ自分自身がハッピーに過ごしていられるからこそ周りの人たちにもこう笑顔で接しられたりとか、周りの人たちに少しでもねこのハッピーな気持ちを分け与えたりできるわけだと思うので、まあ自分自身がまず楽しく幸せにハッピーに生きるっていうことがめちゃくちゃ大事だなと思いますし、で指導者の方がそうやって日頃からハッピーで笑顔で過ごしていれば周りの生徒さんたちも楽しくついてこれると思うので、
まあ、うまくいかないことがあって当然だしね。まあ、それは何でかっていうと、夢とか目標があるからうまくいかないわけですよね。じゃあ夢とか目標を全部捨ててしまえば、まあ失敗もしないわけじゃないですか。で、夢とか目標っていうのは今の自分にできない不可能なことを可能に変えていく作業なので、今の自分ができないことが目標であり、できないことが夢なんですよね。もうすでに自分ができてることであれば、そんなの目標にも夢にもならないじゃないですか。もうすでにできてるんだから。それは夢とか目標っていうのは現実なわけですよね。もうできることっていうのは。でも夢とか目標っていうのは今の自分がまだできてないからこその目標だったり夢だったりするので、これは今の自分にとっては不可能なことなんですよね。じゃあこの不可能なことをどうやったら可能に変えていけるか、現実のものにできていくかっていうところで、まあいろいろな壁にぶち当たりながら、まあ努力をしていくわけなんですけども、まあ、その中でこの悩むことも多いですって書いてあるんですけど、私自身は悩みはほとんどないですね。あんまり悩まないですね、私はね。まあ、昔はもうもちろんめちゃくちゃ悩みましたけど、くよくよしてましたし後悔してましたけど、もう今は割ともうだいぶ心理学っていうのを勉強してきているので、悩んでてもさほど意味ないじゃないですか。悩むっていう行為自体が全く生産性がなくってほぼ意味ない行為なんですよね。だから悩んでも意味ないよと、全くそれって価値がないよっていうことにまず気づかなきゃいけないというか、意識を持たなきゃいけないです。悩みっていうのは意味がない、メリットがない、デメリットしかないってことですね。じゃあ私の場合は何かこう壁にぶち当たった時に、それは悩みじゃなくてただの課題でしかないって捉えるんですよ。悩みじゃないんですよ、課題なんですよね。だから悩んだって意味ないから、それを課題として捉えて、じゃあそれをどうやって解決させていけばいいのかとか、どうやって改善していけばいいのかっていう、まあ、PDCA サイクルをひたすら繰り返すっていう作業を常に毎日していくっていう感じなんですよね。だからコツ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 毎日の努力を積み重ねながら、まあ1ミリずつでも前に進んでいくっていうだけの作業をこなしてるだけなんですよね。だから悩みってどちらかというと感情論じゃないですか。自分の感情なので悩むっていうのは感情じゃないですか。なんかそこをいかに論理的にロジカルに捉えていくかっていうことが、まあ心理学だったりするんですけども、まあうまくいかないことなんていうのは山ほどあるし当たり前のことであって、まあそれは夢とか目標が自分にあるからであって、でそれに対して悩むっていうのは全く生産性のない無意味な行為なので、悩む暇があるんだったら PDCA サイクルを回した方がいいっていう感じなんですよね。もうそういう発想でしか今はないってことですね。立ち止まってる暇があるんだったら前に進んだ方がいいじゃないですか。もう人生なんてあっという間に終わっちゃうわけだから、そんな立ち止まったり悩んだりくよくよしてる暇があるんだったら前に進んだ方がいいじゃないですか。体動かした方がいいですよ。頭動かすよりも体動かした方がいいです。だからこれ例えばですけども、まあ、卓球に置き換えるとですね、なんで自分はドライブうまく打てないのかな、どうやったら打てるのかなって10年ぐらい考えてて解決します？何も解決しないですよね。なんでできないんだろう、なんでできないんだろうって10年間考えてみてくださいよ。何も解決しないから。10年間ずっと頭悩ませて、なんでできないんだろう、なんでできないんだろうって考え続けてみてください。何一つ解決しないですよね。そんな暇があるんだったら球打てよって話じゃないですか。そんな頭で悩んでる暇があるんだったら球1球でも多く球打てよと、1回でも多く素振りしろよっていう話なんですよ。練習しなかったら解決しないわけだから、悩んだって何にも意味ないわけですよ。なんで打てないんだろう、なんでできないんだろうとかって考える暇があるんだったら球打ちなさい、ラケット振りなさいって話なんです。だから何にも別に考えなくたって毎日練習してる人は上手くなりますよ。だけど
いくらね、こう頭でっかちでね、あれこれ、ああ、なんでできないんだろうって考えてても、練習しなかったら一生うまくなれないですからね。だから頭ばっかり使っちゃって体を動かさない人っていっぱいいると思うんですけども、まあ、そもそも悩むこと自体に何の価値もないっていうことをまず強く意識した方がいいと思いますね。だからジュニアの指導をしていて、まあうまくいかないっていうことがあるんだったら、悩む前にですね、じゃあ子供たちと、じゃあどうすればこれ解決するんだろうかねって一緒に話し合った方がいいんじゃないですかね。コーチばっかりね、こう悩んでてもしょうがないから、みんなで話し合おうよっていう感じで、どうすればいいかねって、やっぱり生徒さんも巻き込んで、そこの問題解決というか、どうやったら改善していけるのかっていうのをちゃんと生徒さんと一緒に考えた方がいいと思います。まあ、私はジュニアの指導あんまりやってませんけども、基本的にはやっぱ生徒さんと話し合うわけですよ。今こういう課題があって、じゃあどうすればいいですかっていう感じで、だから指導者というのはですね、私はコンサルだと思ってるので、まあ、練習したり努力したりっていうのは本人がやるべきことじゃないですか。だからそこは指導者がやるべきことではなくて、指導者の立場としては頑張って努力してる人がより結果を出しやすくするためにアドバイスしたりとか相談に乗ったりとか、で生徒さんよりも自分の方が知識がたくさんある部分についてはその知識を分け与えて、生徒さんの知識量っていうものを増やせるようにアドバイスするっていうのが指導者の立場だろうなと私は思っているので、いつも生徒さんと一緒にこう相談しながらレッスンはやっていくんですけども、だから私としては別にレッスンをしていても悩むことはないですね。やはり指導者の方が悩んだり迷ったりしてしまうっていうのは生徒さんにも伝わってしまうと思うので、指導者としてはもうやるべきことは一つしかないよと、練習するしかないですよと、とにかくたくさん練習しましょうっていうのが私の結論なんですよね。だから悩んでる暇があるんだったら練習しなさいっていうのが私の考え方なので、ただその練習っていうのが間違った方向に努力してしまったら間違った方向に行ってしまうので、そこを正してあげるっていうところですよね。だから前にインターネットでね、ちょっと回ってきた動画で見たのはですね、具志堅用高さんがですね、なんか野球とかでこうやってやってた時に、こうやってバーンってバットで打った後に、わーって走るじゃないですか。三塁の方に走ってたんですよね。で、それで三塁の方に具志堅用高さんがバーンって打った後に、三塁の方にわーって全力疾走して、みんなで、おい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 、一塁こっちだよ、一塁こっちだよって言ってる動画があって、めちゃめちゃ面白かったんですけど、だから私はそのいやこっちじゃなくてこっちだよって言ってあげるのがコーチの役割だと思ってるんですよね。生徒さんが一生懸命どんなに一生懸命全力疾走したとしても、三塁の方を走ってたらどうにもならないじゃないですか。だからそれを、いやそっち三塁だからって、そっちじゃないよ、一塁こっちだよって言ってあげて、ああそうですかって、こうやってこう道をね、こうやってね、こっちに行ってた人こうしてあげるのが指導者というかコーチの役割だと思ってるんですよ。だからうちに来る生徒さんっていうのは、やはり知識量の少ない人たちほど感情論に走ってしまいがちになるので、まあそこを私がアドバイスして、知識量そのものを増やしてあげることによって、その人たちの考え方が変わったらいいなとかっていうところもありますし、で結構多いのがやっぱり大振りする人ですね。足し算になっていっちゃうんですよね。こううまく打てないからって言って余計にこう大振りして、大きく振れば、スイングを大きくしていけばパワーが出るんじゃないかって勘違いしちゃってる人、そしてなかなか強いボール打てないからって言ってめちゃくちゃ力んでいく人、力を入れていけば強い球打てるんじゃないかって勘違いしちゃってる人、この大振りと力みっていうのが非常に多いです。ここをそっち三塁だからって言ってあげるのが私の役割だと思ってて、でこのチャンネルでもずっと言ってますけど、小さく早くってずっと言ってますよね。足し算じゃなくて引き算をしていくんですよと、いかに無駄をそぎ落としていくかっていう、小さなエネルギーで効果を最大限に膨らましていくかっていうところなんですよ。
それがみんな逆になってしまって、大きなエネルギーを使ってるにもかかわらず効果としてはちっちゃくなっちゃうっていう、このパターンが多いんですね。無駄な力が入ってる、無駄な動きがあるっていうところで、ボールにきちんとエネルギーが全く伝わらないっていう感じになっちゃうので、だからいかにコンパクトに無駄のないフォーム、小さく振るかっていうところと、あと力まずにいかに脱力して力を抜いて打てるかっていう、楽に楽にやっていけるかっていうところが非常に大事なところなので、まあそういうふうにこう生徒さんが三塁の方向に向かって走っていってるのを、そっちじゃないよって教えてあげるのが指導者の役割かなと思いますけども、ただもちろんね、生徒さんによっては私がどんなにこっち一塁はこっちですよって教えても、いやそんなわけがないって三塁の方にね、こう頑固に突っ走っていく人もいます。だから最終的な判断は生徒さんがね、本人が決めるべきなので、いくらアドバイスしてもそれを聞いてくれないようなね、生徒さんとかっていると思うんですよね。特に子供たちなんかっていうのはなかなか言うこと聞いてくれなかったりするかもしれないので、まあそれはね、言っても聞いてくれない人はもうしょうがないかなって私は思っちゃいますよ。だから本人がどこかのタイミングで必ず壁にぶつかって気づく時が来るんですよ。ああ、あの時コーチが言ってたの方が正しかったなって思う時が来るんですよね。必ず絶対どこかで壁にぶち当たるので、まあそうなった時に気づいてくれればいいのかなって私は割と思っちゃってるんで、別に今気づかなくてもいいんじゃないかと思っちゃってますね。特に子供なんかっていうのはまだね、知能とかも発達してないわけですから、自制経験も少ないし知識量も少ないので、どうしても感情論になっていくわけだから、まあ今気づかなくてもね、まあ10年20年経った時に気づいてくれればいいんじゃないかなっていうぐらいの割り切りとかもね、必要かもしれませんね。まああとジュニア指導といってもですね、まあどのレベルかにもよりますよね。本当に全国レベルの子供を育ててるような強豪のチームだったらまた話は別だけど、でもただ卓球教室やってて子供たちをただ教えてますよぐらいの程度であれば、そこまで指導者に責任はないと思いますね。基本的に指導者の責任っていうのは生徒さんと関わる時間数によって決まると私は考えているので、まあ、例えば強いクラブチームみたいにもう毎日のように生徒さんと一緒に過ごしていて、一日何時間も一緒に過ごしてますってなったらですね、これは教育者として責任を強く感じなきゃいけない。まあ、下手したら親よりも長く一緒にいますとかね、学校の先生と同じぐらい子供たちと一緒に過ごしてますってなると、かなりの人生に与える影響が大きいわけじゃないですか。だからそうなった場合には指導者としてもかなり大きな責任を感じなきゃいけないだろうなとは思うんですけども、私の場合はあくまでもまあワンポイントレッスンみたいな感じなんですよね。一番多く来てくれるような生徒さんでもせいぜい週1回2時間だったりするわけだから、だから1週間が168時間ある中で私と生徒さんが顔を合わせる時間って2時間しかないわけですよね。毎週通ってもらっても168分の2でしかないわけですよね。じゃあそれ以外の166時間は私の全く関係ないところでその生徒さんは過ごすわけだから、だからほとんど私の影響力っていうのはその生徒さんに対しては大きな影響力っていうのは持たないんですよね。だってほとんど顔合わせてないわけだから、一緒にいないわけじゃないですか。だからほとんどの時間を生徒さんと過ごしてないのにそんなに背負い込む必要はないと思いますし、まあ子供たちによってはですね、習い事とか塾とかいっぱい通ってる子もいるじゃないですか。毎日のようになんかいろんなね、ダンスもやってスポーツもやって塾にも通っててみたいな子供たちいっぱいいるじゃないですか。そうなるとその子にとってみてもですね、卓球のレッスンっていうのはそのいろんな習い事をしている中の一つでしかないってことですよね。なんか別にそこでそんなに結果が出なくてもしょうがないんじゃないかと思いますよね。これが毎日毎日何時間も通ってくれているような強いチームとかだったら別ですけど、
どこまでその生徒さんと長い時間関わるかによって責任の重さっていうのは変わってくると思いますので、まあ、例えば私がピアノ教室やってた時なんかっていうのは週に1回30分のレッスンだったんですよ。そうなると168分の 0.5 しか生徒さんとそもそも合わないわけですよ、ね、顔を合わせないわけです。だから 167.5 に関してはもう生徒さんの方で勝手に努力してくれることをやってもらわないと、まあどう頑張っても上達はしないよねって話なんですよね。だから私の役割としては1週間ここまで練習してきました、じゃあ先生アドバイスくださいって30分レッスンやるっていう、そういう立場だったので、その1週間何もやらずに練習もしてないってなって、ただただこう30分のレッスン毎週通ったとしてもそれは上手くならないですよね。だから卓球のレッスンも同じで168分の2でしかないから、残りの166をどう過ごすかっていうのはその生徒さん次第になってくるわけですよね。家に帰っても素振りをしない、 YouTube を見たりとかして研究するわけでもないとか、レッスン以外の時間は他では練習してないとか、まあ練習していたとしてもほとんど試合しかやってないような遊びになってしまっているとか、まあそうなった場合にはまあ私の影響力っていうのはほぼ及ばないわけですよね。だから自分のできることとできないことがあるわけだから、私はこの生徒さんと関わる2時間だけの部分に関しては自分のできることなので、そこはしっかりレッスンしますけども、それ以外の時間っていうのはもう私の手の及ぶところではないんですよ。まあもし子供たちだとしたらやっぱり家庭環境とかっていうのはめちゃくちゃ大きいですよね。卓球の指導者よりも家で両親とかね、家族と接する時間の方がよっぽど長いわけじゃないですか。だからどんなにコーチが一生懸命こう教えたとしてもですね、それ以外の時間その子が何もやらなかったらそれは強くならないわけですよね。だからそれはもう論理的に考えて自分ができることとできないことがあるわけですから、あんまり指導者ができないところまで責任を背負い込むのはちょっと違うだろうなと思います。指導者ができるところをやらないんだったら指導者のせいですけど、指導者ができるところはここまでだなっていうぐらいのある程度現実を直視して、これ以外は私はできませんっていうところはちゃんと線引きした方がいいんじゃないかなと思いますので、であとはですね、このチャンネルでも何回も言ってますけども、勝てる人っていうのはほとんどいないわけですよね。例えばスポーツの世界で言うと世界チャンピオン以外は全員敗者です、負け組です。世界チャンピオンだけ唯一勝ち続けて決勝戦勝ってチャンピオンになるわけじゃないですか。一回も負けてないわけですよね。まあもちろん途中でね、リーグ戦とかって負けることもあるかもしれないし、敗者復活とかあるかもしれないけど、基本的にはやっぱりそのチャンピオンっていうのは一回も負けずにこうやって勝ち上がっていって最後決勝戦で勝つっていうことが多いわけだから、まあチャンピオンは負けてないんですよ。だけどそれ以外の人は全員負けるじゃないですか。だから一人以外は全員負け組ですっていうのはこれは現実なんですよね。だからジュニアのチームをやってたとして、そのチームの中で20人子供たちがいましたってなった時に、じゃあその20人でランキング戦をやった時に当然1位になる子供もいればビリケツになる子供も出てくるわけじゃないですか。人間に順位をつければ絶対こう順位がついてくるわけですよ。何かを測りにかけて競わせれば必ず1位からビリケツまで出てくるわけですよね。順位が数字として数値化されるわけだから。だからそれを1位の子はうまくいってるけどビリケツの子はうまくいってないっていうふうに捉えてしまうと非常に良くないなと私は思っていて、そのビリケツの子だってね、じゃあ半年1年前よりは絶対成長してるわけですよ。一番うまくいってないように見える子だって成長してるんですよね、絶対。だからまずその子自身の過去と比較してあげて、その子自身がどう成長してるかっていうのをきちんと評価してあげないと、人間と人間同士を比較するっていうのは非常に危険なことなので、ある意味残酷なことでもありますよね。じゃあ
東大に入るだけだってめちゃくちゃ大変なんだけど、東大生の中で順位をつければ当然1位とビリケツが東大生の中でついてくるわけですよ。だからオリンピックに出るだけでもめちゃくちゃ大変なのに、オリンピック選手でこう順位付けをしたら1位になる、世界チャンピオンになるような1位の選手もいればですね、オリンピックの中でビリケツになる人もいるわけですよね。だから一流の中でも1位とビリがいるわけだし、三流の中でも1位とビリがつくっていうのが、これがまあ人間同士と比較した場合には必ずついてくるんですけども、だからそういうのってあんまり意味がないなと思っていて、誰かと比較したりとか他人と比較するんじゃなくて、過去の自分と比較するんですよっていうのを指導者としても教えなきゃいけないと思うので、もしこのビリケツの子がですね、半年前の方がうまかったなとか1年前の方がうまかったなってなるんだったら、うまくいってないとは思いますけども、おそらくですね、このビリケツの子だって半年前1年前と比較をすれば絶対伸びてるはずなので、まずはそこに着目してあげるっていうのが、まあ、ある意味ポジティブ思考でもあるわけですよね。いい部分に目を向けるっていうところですよね。そうすると1位の人ばっかりこうモチベーションがね上がるんじゃなくて、ビリの子だってモチベーションが上がってくるわけですよね。そうか、別にあの人たちと比較する必要はないんだ、自分は別にビリでもいいんだ、だけど自分は自分なりに努力して半年後1年後少しでも上手くなるように頑張ろうって思わせるのが大切なことだと思うので、まあスポーツの世界なのでね、必ずほとんどの人は負け組なわけですよね。私だって負け組だし、だから必ず自分よりも強い人よりは弱いわけだし、自分よりも弱い人よりは強いわけじゃないですか。だからそれってあんまり意味がなくて、半年前とか1年前の自分ができなかったことが1つでも2つでもできてることが大事なわけであって、過去の自分と比較した時に伸びているか伸びていないか、落ちてしまってるのか成長してるのか、ここがすごく大事なことだろうなと思いますね。だから生徒さん一人一人に対して今の課題っていうところと、あと成長して結果がこう出てますよっていうのをちゃんと論理的にテーブルの上に並べてあげて、そこをきちんと論理的に説明して、ロジカルに感情論ではなく前に進んでいくのがいいのかなって私は思うので、だから私はですね、レッスンの映像っていうのは必ずカメラで撮っているので、まあこういうね、こういう安いタブレット、これはAmazonで8000円ぐらいで買って安いやつなんですけども、まあこういうタブレットで常に撮影をしていて、でこういうタブレットであればその撮影したのをその場でチェックできるわけですよ。この大きな画面で生徒さんと一緒に、いや今こういうフォームだからこうですよねとかって、で生徒さんにこれ自分で見てもらって考えてもらうんですよ。どこが悪いと思います、とどこを直した方がいいと思いますかって、こう映像を見せながらこう自分で自分のフォームチェックしてもらって自分で考えてもらうんですよね。そうするとただ一方的にコーチにああせいこうせいと言われたっていうよりも、自分で自分のフォーム見てああなんかここがおかしいなって感じてもらうことによって、で自分の頭で考えて自分で努力してもらうっていうことを私はやっているので、常にこの撮った映像っていうのは保管してあるんですね。そうするとそれをじゃあ半年後とか1年後にまた振り返って生徒さんに見せてですね、いや半年前はこうだったんですよ、だいぶ上手くなりましたねとか、1年前はこうだったんですよ、だいぶこの1年で変わりましたねっていうのをちゃんとね分かるように証拠映像として残してあるわけですよね。そうするとただの感情論ではなくて、きちんとロジカルに映像としても証拠が残っちゃってるわけだから、もう1年前はこんなあーみたいなぐちゃぐちゃのフォームだった人が1年後にはこうやって打ってるわけだから、そこで本人としてもあ頑張ったなと、きちんと結果が出てるなということが実感できるわけですよ。そうすると1年間でじゃあここまで伸びましたよねというのが分かれば、じゃあ2年後はここまでいけますよね、3年後はここまで目指せますよね、4年後はここまで目指せますよねって、こういうラインが見えてくるわけじゃないですか、きちんと。
だからそこがただの感情論でやってる人たちっていうのは、今自分がどこにいるのかとか、半年前どうだったのか、1年前どうだったのかっていうところがきちんと見えてなくなっちゃうので、人間っていうのは、まあ、先ほども言いましたけど、今の自分が当たり前になっちゃうんです。逆上がりすらできてなかった自分が逆上がりできるようになっちゃうと、もう逆上がりできてることが当たり前になっちゃうんですよね。私たちってもう生まれた時は言葉も喋れませんでした。歩けもしませんでした。ハイハイしながらこうやって、わあ、おぎゃ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 とかってやってきたわけじゃないですか。そんな自分が今ここでペラ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 喋って卓球やってるわけですよね。もうこんなの成長してる以外の何者でもないわけですよ。だけど、ちょっと前まではおぎゃ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 ってやってた自分がですね、なんかあたかも今の自分が当たり前かのように思えてきちゃう。でなんて自分は能力がないんだ、なんて才能がないんだ、なんでこんなにうまくできないんだとかって思っちゃいがちなんですけども、でもあなたはちょっと前まではおぎゃおぎゃ言ってたんですよと、よちよちこうやってあーバブーバブーとかやって歩いてゴーンとか頭ぶつけてギャーとかって泣いてたんですよっていう話じゃないですか。そもそも歩けるだけでだいぶ成長してますよねとそもそも喋れるだけでだいぶ成長しましたよねと、で足し算引き算できなかった自分が掛け算割り算できるようになって、もうそれだけでも十分成長してるわけじゃないですか。だから卓球で言えば、最初私はこのね、玉突き、最初中学校に入部した時、玉突きこうね、課題としてやらされてですね、こう100回続かなかったら次いけないとかって言ったから、一生懸命こうやって玉突きこうやってたんですけども、ほんと最初は10回も続かなくて、あーあーとかってこうやって落としちゃうわけですよ。でもそれが知らず知らずにこうやってやってると、なんかできてきちゃう。で今となってはドライブ打ったりとかしてるわけじゃないですか。だからきちんとロジカルに過去の自分と今の自分っていうのを比較して、目に見える形で映像とかが一番わかりやすいので、1年前の自分がこうだったんだな、あーだいぶ1年間で成長したなっていうのがちゃんと目に見えるような形で、客観的に自分の姿っていうのを見えるようにした方がいいと思うので、私は毎回こうやってレッスンの映像とか撮影しているんですよね。であとは撮影した映像を、まあ、USB メモリーに入れてですね、生徒さんに渡してるわけですよ。まあ家にパソコンある人は見てくださいねみたいに渡してたりするので、まあ、そういうふうに客観的に自分の姿っていうのを見て自分で考えるっていうところですね。ただの感情論ではなく、ロジカルにきちんと分析してやっていくってことが大事かなと私は思いますので、となってくると、別にうまくいかなくても当たり前だし、そんなことを悩んでるのも無駄なことであるから、とにかくひたすら PDCA 回すこと以外に道はないわけだから、私はとにかく悩む暇があるんだったら、とにかく PDCA を回すようにしてますね。とにかく体動かしながらね、感じることとか、球打ってる、こう、ことによって、いろいろ感じる部分があるじゃないですか。こういう打ち方した方がいいのかなとか、あ、こっちの方がいいかもしれないみたいな、体の使い方とかってやんないとわかんないんですよね。いくら頭で考えたってわかんないですよ、実際やってみないと。まあもしかしたら私はそういう思考が身についたのも部活動をやってたおかげかもしれないですね。私は何やるにしてもやっぱり、ある程度考えたらすぐ行動しちゃうタイプなので、だってやってみないと分かんないじゃないですか。何事も考えてたって分かんないんですよ。分かんないこと分かんないんだから。だけどやってみれば答えが出るわけじゃないですか。とにかくひたすらやる、まあ失敗してもチャレンジをし続ける、 PDCA 回し続けるっていうことはですね、まあおそらく私の場合は卓球で身についたんじゃないかなと思いますよね。卓球ってこうね、最初は下回転サーブとか全然出せないんだけど、それひたすらこうやるわけですよね。そうするとだん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 、ああこうかもしれない、ああかもしれないって、だんだんこの感覚っていうのが分かるようになってきて、気づいたらそれが一定のライン超えたら、もう何も考えなくたって普通にできるようになっちゃうので、だから考えてても意味ないなっていうね。とにかく行動してやっていく中で考えながらやるっていう方がいいかなと思いますので、まあ例えばですけど、
高校3年生の時にね、まあ、部活を引退するっていう時が来て、まあ、卓球じゃご飯食べれないから何やろうかなとかって思うわけじゃないですか。だけどなんかサラリーマンになるのもなんか面白くないなみたいなことで、で私は卓球以外に音楽が好きだったんですね。まあ、ピアノがちょっと弾けたから、だからちょっと音楽の道に興味が出てきて、じゃあ何をしたかっていうと、まあ、部活引退した直後ですよね、高校3年生の時ですよね、もうその時にもう近所にビラ配っちゃったわけですよね。ピアノ教室でやりますっつって習いに来てくださいみたいなね、なんかそういうビラを配ったんですよね。自転車乗ってね、こうやっていろんなとこ配ってったんですけども、でそれで生徒さんが来てくれて、で高校3年生の時ね、私高校生なのにピアノ教室の先生やってたんですよ。お金もらってね、きちんと月謝もらってピアノ教室の先生になっちゃったんですよね。だからそれはもうやろうって決めたら考えるよりもやっちゃった方が早いから、どうやったらピアノ先生になれるのかとかって考えるよりもビラ配って生徒さん来ればもうそれで成立するわけじゃないですか。だからとにかくやろうと思ったらやっちゃえばいいんですよ。で同じ時期になんか大きなとこでライブとかやってみたいなと思って、じゃあどうすればいいんだろうと思ったら、あそうか、じゃあ貸し切っちゃえと思って、だから地元のね、あの1000席ぐらいの市民会館をいきなり高校生なのに貸し切ってしまって、でそういう大きなイベントってだいたい1年ぐらい準備期間かかるので、だいたい1年ぐらい先に会場を抑えてですね、でその1年かけていろいろ出演者集めたりとか音響とか照明を手配したりとか、あとチケット売ったりとかね、ビラ配ったりとかっていうのをやっていって、で1年後にそれを実現したんですけども、まあそれが高校を卒業してすぐに実現したので、まあ19歳の時ですからね、ほんと高校卒業してすぐの夏ですよね。でそこでいきなりもう19歳ぐらいでもう1000席のホール主催者として貸し切ってですね、バンドイベントを開催したわけですよ。でとにかくそうやって音楽の道に進もうってなったら、とにかく自分にできること、今の自分が何ができるのかっていうところ全部片っ端からやってみる、考えるよりもやる。だから高校3年生の時に、まあ、同じ時期ですけども、まあ楽器屋に行ったらこうオーディションのチラシが貼ってあったわけですよ。だからわけもわかんないけどとりあえず受けてみようと思って、どうせダメだと落ちるわけだから、まあとりあえずオーディションって書いたから受けに行ったんですよね。まあそしたら、まだ君高校生ですよねって言われて、いや高校生ですけど、いや高校生はちょっとなーって言われて、じゃあちょっと今回ダメだけど来年もう一回来てくださいって言われて、で私はその言葉を信じて、じゃあこの1年間頑張って一生懸命練習してもっと上手くなって絶対来年受かってやろうと思って、でその1年間めっちゃ練習したわけですよね。そしたら1年後にそのオーディションやってくれた方から連絡が来て、じゃあ会おうかってなって、でそこでまたその人の前で演奏したら、とこの1年間でめちゃくちゃ上手くなったねとかって言われて褒めてもらって、すごいねとかって褒めてくれて、でそのまま採用されて、その後まだ10代ですけど全国ツアーに回ってったっていう風のが、まあ演奏で初めていただいたようなお仕事ですね。で同じ時期にそのたまたまインターネットで見たなんか音楽のね仲間募集みたいなところに、なんかよくわかんないんだけど、なんかローディー募集って書いてあったわけですよね。で私ローディーってなんだろうってわかんなかったんですけども、でもなんか書いてあるからとりあえず受けてみようと思って連絡して、でそしたら電話したら、なんかわかんないけどちょっと渋谷の NHK ホール来てくださいって言われて、で NHK ホールなんてどこにあるんですかみたいな話で、じゃあ渋谷にあるから来てって言われて、まあよくわかんないけど、まあとりあえず行ってみたわけですよね。そしたらまあ正面から入れないから裏口から来てとかって電話しながらこうやって呼ばれて、でこっちこっちとかって言われて、で裏口からこう NHK のホールの中に入らせてもらってですね、でそこでお会いしたのがもう日本の超一流のトッププレイヤーのキーボーディストの方で、でその時に
お会いした時に、すいません、ローディって何ですかってそこで聞いたんですよ。君ローディ知らないでローディ応募してきたのみたいなね。まあそんな話になって、まあいいかと。でもまあ面白いやつだからちょっと使ってやるかみたいな感じで、でその方についてしばらく数ヶ月間でしたけど、まあ荷物運びみたいな付き人みたいのやらせてもらって、まあ NHK 紅白歌合戦とかですね、のど自慢とか、あとはフジテレビのモノマネ王座決定戦の、あのレコーディングとかですね、そういうところをもう本当に超一流のプロの世界っていうのを見させてもらって、ああ本当に一流のプロの人っていうのはもうすごいなと、桁外れだなっていうのをそこですごく感動して、いつかこんな風になれたらいいなっていう風に思ったっていう感じなんですよね。まあそれ以外にもいっぱいありますけども、まあとにかく頭で考える暇があるんだったら体を動かした方がいいなっていうのが私の考えで、ただ何にも考えずにあまりリスキーなことをやるのも私としてはおすすめしないですね。まあ例えばすごく大きな借金が残るようなビジネスに手を出したりとか、まあ株の投資でねすごく失敗するような人もいますけども、まあそういうふうになんか後々になってものすごい大きなデメリットというかリスクを抱えてしまうようなチャレンジっていうのはちゃんと考えた方がいいと私は思います。ただ大抵のことはね、そんなにリスキーなことはないんですよね。多くの人たちって多分失敗を恐れて何にもチャレンジしない人が多いと思うんですけども、失敗なんて全然リスクでもないしデメリットでもなんでもないじゃないですか。失敗なんて収穫でしかないんですよね。だって失敗したことが次に生かされるわけだから、そこで PDCA サイクルで反省と課題で次に行けばいいわけじゃないですか。そしたらあの時失敗した経験があったおかげで今の自分があるんだっていうふうに、ただの収穫でしかないんですよ失敗っていうのは。だからそこをみんな失敗するのが怖くてチャレンジしないっていうことで、この PDCA サイクルを回さなくなって、で成長もしていかないと気づいたら年齢とともに落ちていく一方じゃないですか。体力も落ちるし脳の機能だって落ちていくわけですよ年齢とともに。だから失敗なんて何一つデメリットでもないしリスクでもないのにもかかわらずチャレンジしないっていうのは非常にもったいないなと思うので、もう失敗したらラッキーじゃないですか。だってそこで学べることがあるわけだから、もうとにかく壁にぶつかってバーンってぶつかってってそこでうまくいかないなんて当たり前のことだからね。でもその経験が次に生かされればいいだけの話だから、まあその後々大きなリスクを伴うようなことは慎重にすべきだし、例えば私車の運転なんてめちゃくちゃ慎重なんですよね。だからずっとゴールド免許なんですけども、常にやっぱりねこれどこかからね道からこう人が飛び出してきてこう跳ねてしまった瞬間に私の人生は終わっちゃうわけですよね。もしかしたらそのまま刑務所行きかもしれないし、だから本当に車の運転とかってめちゃくちゃ気をつけてやらなきゃいけないんですけども、その後の代償がめちゃくちゃ大きいからね。だからそういうふうに後々なんか代償が残るようなことは絶対ね慎重になるべきです。だから私人一倍健康に気を使っているのは、やっぱり病気を抱えるってめちゃくちゃ大きなリスクなんですよね。今目先のお金を得るために無理して働くよりも病気を抱えたり何か障害を抱えたりすることの方がめちゃくちゃ大きいんですよ。もう病気になった瞬間に仕事もできないし卓球もできないしどこにも行けないみたいな生活になっちゃうわけじゃないですか。もうそうなった瞬間にかなりの大きなリスクが伴いますよね。だから目先のお金を得るために病気になるような生活をしている人たちがたくさんいるけど、それはどうなのかなって私は思いますよね。だからある程度一定の年齢を超えたら無理をしない、無茶をしない、ちゃんときちんと睡眠をとる、きちんと食生活気をつけるとかっていう、やっぱ健康管理っていうのはめちゃくちゃリスクを伴うことなので、そこはしっかりやってます。それはただの失敗じゃ済まないからね。下手したら人生棒に振っちゃうから、大きな病気を抱えたりとかして、で本来なら20年30年長生きできたのが短命で終わっちゃうかもしれないですね。
自分で自分の人生短くしちゃうかもしれないから、やっぱり健康管理っていうのは絶対しっかりしなきゃいけないと思いますし、まあもちろんお金の管理とかもそうですよね。やっぱり大きな借金を抱えるようなことは基本はあんまりやらないっていう感じですね。そこはものすごい大きな代償があるから、そこはねちょっと躊躇した方がいいかな、踏みとどまった方がいいかなと思いますけども、でもそういう後々に大きな代償を伴わないようなチャレンジだったらどんどん失敗した方がいいですよね。チャレンジしまくった方がいいですよね。で PDCA サイクルを回し続けた方が自分にとって収穫しかないので、まあそんな感じでね、ちょっとね私よりもベテランの指導者の方に対してちょっと私の思ったことをペラペラ喋ってしまいましたけどもまあ何か一つでもまたねこの動画が参考になればなと思いますし、まあ本当にこんなねベテランの方にこんなに日頃の練習に役立ってますっていうね温かいコメントをいただいて、すごい私としてもものすごい励みになりますね。だからこういう方と出会えたっていうのもやっぱり私がこういろんなリスクを顧みずにこうやって顔を出してこういうところでペラペラ喋って、当然これはこれでリスクがあるわけじゃないですか。私の顔とか名前も分かっちゃうし、プライバシーも分かっちゃうわけだから、でたまにはねアンチコメントみたいのいただくこともありますけども、だから当然こうやってね SNS でこう顔出して発信していくっていうのもリスキーなことなんですけども、だから多くの人たちはやらないと思うんですけども、でもそこをあえてこうやっていくことによってこういう方と出会えるんだなっていうところが、まあ、SNS のいいところでもあるし、もうかれこれね500本ぐらいの動画をねこのチャンネルでも出してますけども、もうめちゃくちゃね時間のかかる作業だし、まあ、トータル的にはおそらく2000時間ぐらいの編集時間をこの YouTube チャンネルに注いでいるわけで、1本の動画を作るのに4時間とかかかるわけで、でおそらくこの動画はねめちゃくちゃ今長く喋ってるので、まあこの後編集何時間かかるんだろうなとか思いながら喋ってるんですけども、まあおそらく5時間6時間7時間っていうぐらいの桁になってくるんですよね、こういう長い動画は。だけどそういうのをね頭で考えるんじゃなくて、こうやってとにかく思い立ったことは行動に移すっていうことをやってきたっていうところが、まあ、今の自分があるのかなと思いますの でこういう方とも出会えたっていうことなんですよね。だからやっぱり体を動かして行動するってことは非常に重要かなと思います。まあそんな感じで何か一つでも参考になればと思っておりますので、今後ともね私の今までの人生経験とかも含めて、まあ、いろんなお話をしていけたらなと思いますので、なので見ていただいた方はその中でね、まあ、一つでも二つでもかいつまんで自分にとってね何かプラスになるところだけこうかいつまんで使ってもらえればいいかなと、知識として得てもらえればいいかなと思いますので、まあ、全てが全て共感するわけじゃないと思いますのでね、まあ、人それぞれ考え方は全然別だからね。だけどそのみんながみんなこう考え方がバラバラの中で、その中で重なる部分があるわけですよ。だからそういう重なった部分だけ何かうまく有効活用してもらえればいいかなと思いますので、まあ、そんな感じでコメントありがとうございました。